物忘れが激しくなった男、これは誰でしょうか。あ、早野さん激しいんですか。もう老化現象。やばい。物忘れ激しいんですか。ない。あれ多分盗まれてんだと思うんですけどね。あ、実際物がなくなったりするんですか。まあなくせんのかな。盗まれてんだって。何を忘れるんですか。例えば。まあライターとか。ライターってもジッポとかじゃないですか。いいやつとか使ってるんですか。いや100円ライターですけどね。他どんなものを。サングラスとかね。あ、外してそのまま。いや盗まれてんだと思う。盗んでない。どんだけ周り疑うの。今回ですね、そのハイドさんに、愛用のサングラスをスタジオに持ってきてもらいました。こちら初公開です。どうぞ。おお、これ何ですか。同じじゃないですか。なんと同じサングラスが4つ。これは一体。あのね、同じやつありますよ。だからな、盗まれるから。盗んでないですよ。物一緒ですよね。そうタグついてんだよ。タグついてる。ほんまや。これ買った時はね、あのすっごい気に入ったの、このサングラス。でこれはずっとこれつけるだろうな。なるほど、買った後もう店なかったのよ。通販で探し回って。はあ、そこまでして。で、ある一箇所ですんごい売ってて、はいはいはい、よし、これ10個ぐらい買っとこうと買ったんだけど、はい、それ以外つけてない。なんか手に入ると飽きちゃうっていう。全然かけてないですか。全然かけてない。もったいな。じゃあなんかもうこれいらんわぐらいの感じですか。いや、そのなんていうんですか、かけてないって要素。でもあの春スキーとか行くとちょうどいい。ああ、なるほど。でも4ついらないっすよね。あ、いいっすよ。いいっすか。アイさん気付けた方がいいですよ。何こいつマジでヤフーオークションで売りました。売れへんわ。前回売れへん。売れへん。こいつは跳ね飛びメンバーに全員に DVD にサイン書かせてほんまに売ったと思うんですけど。どんな話出すな。どんだけ好きかいう話ですよ。本当に困った時だけ。